それから残念ながらのカータチリジ選手がインジャリーリストに入ってしまって、でアイラ・ブラウン選手を緊急補強したんですが、まあ、どっかでミスマッチ出るんですよね、これ。そうですね。藤井リトル。藤井の最初の得点です。うわー、走ってくる。ジョーンズ。そして、襲いかかるようなビーマン。フリッピンから長いパス、細川。カズスキのハイピックですが、ダブルティーも襲いかかってきた。5秒、4秒、細川。うわたもんじゃありません。うわー、トーバー。おっと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 、これは珍しいシーン。八村アレン水道か。広島のタイムアウトを取らざるを得ません。ロバーツペインの身体能力の高さというのも大きな意味になります。そして野本のキック、アイラブラウンついていきますが、動きながらのスリーのゴール、エンドワンになりました。しっかり心刻みましたね。今今日最初のスリー、4本目で初めて決めたスリーでスタンドを沸かせます。ファウルももなくてエンドワンです。ロバーツ・ケインもいいチェックだったんですが、しっかりと心を刻みましたね。あと大相撲で懸賞金もらうというのね、あの心って書くあれですね。チームとしてはもうただじゃ終わんないですね。先出し会になって、数字とクラスになってくると。ミルさん、エチェ・ネ・サ・グンバ・イチカー。